はい、今帯状の、縄文の方に来ておりますね。で、どっちから行きゃいいのかよく分かりませんが、余生館、こちらからまず入りたいと思います。ラッキーなことにね、なんか電検ウィーク期間中入館無料ってなってますよ。で、一応4施設見れるみたいですね。余生館と歴史資料館、松尾の丸、小村記念館。小村記念館は小村寿太郎さん、昔の外交官ですね、はい、外務大臣を務めた方ですね。あれだから武教統条約を解消した人でしたっけ、小村寿太郎って。まあとにかく入ってみましょう。余生館のね、中に入ってきました。そこの掛け軸にね、余生館ってかかってますね。祈りの花ってなってますよ。あ、なんかいい感じです。あ、だけどこれ庭園を見るとこでしたね。はい、あ、なるほど。一応縁側が、あ、こういう美術品なのかな、よくわかんない、工芸品で、お庭がねありまして、日本庭園ですね。あ、こういう橋が、太鼓橋がかかってますが、行けるんですよねこれね。はい、こういう感じで、枯山水中なんですか。そうじゃないですよねこれね、全然山水でも何でもないもんですからね。はい、今ちょっと逆光の方になってますけれども、よくこう刈り込んだ植木がね、こちらの方にございます。ちょっと裏側見てみるとこんな感じということですね。まだ余生館の中にいるんですけどもね、ちょっとあの階段を上ったところにですね、こういうもみじあるいは竹の小道がありますね。まあ全然もみじは紅葉してないですけどもね、もうちょっと季節が進んだらなんかいい感じになるのかもしれません。どん、はい、というわけでね、帯状の大手門を今通過いたしました。あここはこれ十分よくわからんけど、大手門は、復元か、そうかそうか。だけどこの石垣は当時のままなんでしょうかね。様もありますね、こうやってね。ああなるほど、山があります。あ、松尾の丸ってあるな。先にそっちから行ってみましょうか。おお、初めて来たですけど、秋に来るとなんかいい雰囲気ですね。先にこちらから回りたいと思います。こうやってね、杉の大木がね、そこかしこにあるんですよ。で、今少し上がってきたんですけれどもね、これ苔が落ちてますね。歴史資料館は右で、あ、旧本丸は、あ、で、松尾の丸は左か、こっち側にある。階段の上っぽいっすね。ちょっと本丸の方先に覗いてみましょうか。それじゃあ、はい、そういうわけでね、帯状旧本丸にやってまいりました。ああなるほどね、はいはいはい。本丸は地震であれですか、地割れが発生して
移転することになったということですね。多分ここの石垣の上が本丸跡だと思われますので登りたいと思います。はい、階段の上まで登ってまいりました。ここが、無数の杉が植わってますが旧本丸跡だそうです。なんかこちら側にもね門があるんですよね。あ、これなんだろう、基礎土台、何やらわけのわからない四角い、まあ切り出した石ですよね、があるんですが、あ、この裏側には中学校のグラウンドだと思われます。ちょっと覗くだけ覗きましょう。帯中学校でした。はい、うん、なるほど。裏側、大手門の裏側から逆側から入るとこんな感じで本丸があったということでしょうね。はい、松尾の丸の階段の前ですね、来ております。これも復元か。ちょっと登っていきましょう。なんかね、さっき武田の岡城と同じ人が作ったみたいなことが書いてありました。広い玄関から上がるのじゃとかって書いてありますね。あ、なるほど。あ、こんな感じなんです。玄関の間ですね。先ほどの甲冑でございますね。うん、帯城城主は伊藤家ということですか。こんにちは。船、川御座船と、御座船だけど川を行ってたのかな。二の間、なるほど。ああ、そういうことね。大阪と伏見の間を淀川の川御座か。はい、松尾の丸ですか。なるほど。ここ入っていいみたいですよ。ちょうだい、ここで殿様になった気分で写真が撮れるということですね。こういうことです。はいはい、奥の方へ行ってみましょう。あ、まかない方って書いてありますね。お、なるほど。で、こちらか。あ、なんか割と広間ですね。あ、襖がこう外せるもんですから割と広い間になるということですか。あ、こう暗くても割とビデオには映るのか。なるほどね。はいはい。で、二の間がありまして、奥には御寝所、スリーピングルーム。やっぱり同じように甲冑がありますね。鎧兜ですね。はい。あ、なるほど。お手洗い。見たらいいじゃん。接近か。あ、なるほど。こうなってんのだ。はいはいはい。畳敷きですね。よくありますよね。お、脱衣室。ほほほ。で、お風呂ですよね、ここね。行水所って書いてあります。へえ。まあ、あれなんですね。なもんで、本丸がない代わりに、こういう、お殿様がね、暮らした家を、
まあ後から再現して作ったということでございましょうか。あ、やっぱり、あ、こっちもあれだ、トイレでした。で、あ、トイレが2つあるんだ。あ、なるほどね。こっちはあれか、使用人の、多分お風呂行水所ということですね。はい、ここはね、部屋の中にですね、もう一個御殿みたいなやつがあって、蒸し風の湯丼のよくわかりませんが、はい、ああなるほど、下があれなんですね。あ、ここでこう火を焚いて、この釜を、まあその上にやって、で蒸気を立てて、ここを座ってるっていう感じですよね。はい、という蒸し風呂でございました。こちら側は、あ、なるほど、ということはこちらに釜があるということですね。はい、そういう仕組みでした。はい、というわけで松尾の丸一回りぐるっと回りました。次はですね、歴史資料館かな、そちらの方に行きたいと思います。はい、続いて歴史資料館の中に入ってまいりました。あ、逆か、こっちからか、ね、こういうのがあれなんですよね、シャチホコとかね。はいはいはい、昔のね、お姫様、まあ、お姫様が乗ったカゴですね。で、ごめんなさい、ここの帯藩はね、ここに書いてありますが、島津藩、薩摩のとライバル関係にあったみたいですね。ですが、圧倒的に力の差がありますので、まあ、融和的な政策を取らざるを得なかったってさっき、読みました。これ、あれですね、日常の道具ですね。こういうのが骨董的な価値があると。いうことですね。スケタケ、スケノリ、スケトモとか、なるほどね。はいはいはい。火縄銃とかありますね。はい。まあこういう博物館系統はね、ざっと見て終わりですね。なるほど、名品って感じですね。なぎなたか、なるほど。そういうことですね。まあそれでもね、日本国中に知れ渡る帯状、あれなのかな、油津港ですよね。はいはいはい。ですので、まあその城下町が有名なのかよくわかりませんが、まあ城下町は行かないですけどもね、という形で歴史資料館はこんな感じ、一周回りました。はい、はい、小村寿太郎記念館のところまでやってまいりました。このなんとかウィーク、なんだっけの間はこちらもね、入園入館無料ということでございますので、あ、伝券ウィークか、なんかアートの祭典みたいですね、フェスティバルみたいですけども、じゃあ小村寿太郎記念館に入りたいと思います。小村寿太郎記念館の内部に来ております。やはりね、不平等条約をね、是正したことで有名でございました。はい、ポーツマス条約、ロシア日露戦争の講和にも関わった。なるほどね。で、日英同盟の礎を築いたということでございます。こうやってね、記念館を囲むように、まあこれ井戸を囲むような感じで建てられてる。何のあれがあるのか、ごめんなさい、どこにも書いてないもんですからわからないんですけども、井戸がこのように建ってるということですね。はい、徐々に時間がなくなってきましたもんですからね、
小村寿太郎記念館はこの辺で、終わりにしたいと思います。また帯城のね大手門の方に戻ってこの動画を終わりたいと思います。はい、小村記念館からね再び、帯城の大手門まで戻ってきました。まあ内側ですけどもねこちらね。はい、じゃあ、この動画はねこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。